村山明は、日本中央競馬会立東トレーニングセンター所属の、調教師で、元騎手、元調教助手、東京都東村山市出身。1990年に、競馬学校第6期生として卒業し、騎士免許を取得。同期には、枝田照を、浜野屋賢章らがいる、斎藤吉美級者所属として、騎手デビュー。初騎乗は、同年3月3日。 阪神競馬第3競争の優和コスモスで11着。初勝利は、同年4月22日福島競馬第8競争の山のオリオンであった。3年目からは障害競争にも起乗するようになり、1994年には、中京障害ステークスを金銭嵐で制して、重賞初勝利を挙げた。平地競争の重賞は2000年の武蔵野ステークスをサンフォードシチーで優勝している。 1996年に斉藤義美厩舎を離れフリーに、1999年には大沢誠厩舎所属となったが、2001年2月に大沢が調教師を優退したため再度フリーになった。翌2002年1月に松田邦夫厩舎所属となったが、以降はフリーと厩舎所属を頻繁に繰り返した。2007年2月20日付で騎士を引退し、 各居急者の調教助手に転身した。機種成績は3186,218勝であった。2008年には調教師免許を取得し、9月21日付で、橋本受請求者から中村人支給者に臨時貸し付けとなっていた馬を引き継ぐ形で急車を開業した。開業時の馬房数は14。同年10月19日には、メイクデビュー京都をテスタマッタで勝利し、 自身の管理場初勝利を挙げた。そのテスタマッタが2009年のジャパンダートダービーを制して重賞初勝利。また、同年の新潟記念を北高パドゥシャで制しこれが JRA 重賞初勝利となった。なお新潟記念は村山と競馬学校で同期のエダテル王の騎場によるものだった。2012年2月19日のフェブラリーステークスをテスタマッタで勝利し、 JRA 本場所での GI 競争を発制覇すると、共に、騎手時代に2001年の同競争でサンフォードシティに、騎乗し一番人気で敗退した胸を晴らした。2014年2月23日、フェブラリーステークスを、単勝16番人気、コパノルッキーで勝利。同年12月14日、カペラステークスを、単勝12番人気ダノンレジェンドで勝利。2017年7月23日、 佐藤のファイヤーで JRA 通算200勝を達成。括弧内は当該場の優勝重賞競争。ふとじは g i 級競争。ふとじは文下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。村山市 JRA 通算200勝を達成。現役108人目。スポーツ日本。httpww.spanickycojp。 ギャンブル、ニュース、2017、07、24、記事、2017万723、S0004-048426000、CHTML2017 年7月24日、閲覧。2015年レース結果 NETKEIBA.com2015 年1月26日閲覧。2015年 FebRALYS レース、結果から、 ジャビス2015年2月28日閲覧2015年黒船賞レース結果からジャビス2015年3月23日閲覧東京スプリント競争優勝は南関東4競馬場公式2015年4月9日閲覧ダノンレジェンドジャビスサーチオールブラッシュ NETKEIBA.com ありがとうございます